はい、こんばんは。今日はですね、プエルトプリンセサの南の端の方、Google のマップで見るとプエルトプリンセサポートって出てると思うんだけれども、地元ではジャカナって言われてるところです。そこで、隣にいるのがね、飯島さんです。で、ジャカナの港のすぐ近くでね、今後ろにちょっといろいろ見えると思うけど、サリサリストアとレストランをやってます。飯島さんです。飯島です。よろしく、はじめまして。で、飯島さんはまだね、完全にこっちに住んでるわけではなくって、日本でも仕事してるんですけど、寒いのが苦手っていうことで、冬の間とか、まあ、年に3回ぐらいですか、3回から4回、3、4回、1ヶ月とか2ヶ月とかでこっちに通ってて、この近くにね、アパートを借りっぱなしになってます。まあ、飯島さんのところの横に僕も、7、8ヶ月住んでたことあるんだけど、ご近所さんで、もう10年以上の付き合いですよね。そうですね、10年なのかな。もうね、隣住んでる時はいつもね、週3回ぐらい海行ってました。ほぼ毎日じゃない。ほぼ毎日。この近くにね、プリスティンビーチっていう、まあ、ローカルのビーチがあるんだけど、そこまでバイクで、まあ、5、6分で着いたから、まあ、よくね、一緒に行ってたりしましたけれども、今ね、こういう、まあ、サリサリストア兼レストランっていうのをこっちで、彼女って言っていいんですよね。彼女に、やってもらって、でこの2階でね、住めるようになってるんだけれども、まあ、飯島さんは他のアパートを借りて今のところは住んでます。で、どうですか、商売は。商売はまだこれからですね。まだ始めたばかりなんで。いつ始めたんですか。去年の10月か。10月から、去年の10月から始めて、まあ、でもね、このジャカナのこの周り、このね、向かい側が今子供たちの声で賑やかだけど、バスケットボールじゃない、バレーボールコートになってるんですね。で、その周りに、まあ、サリサリとかがいくつかあるんだけれども、ここが一番大きいところです。それで、まあ、カラオケなんかもあって5ペソ入れてやるようになってるんだけど、夜はもうね、地元の人たちが集まってもうマイク離さないで並んでますよね。5ペソ握りしめてね、11時までやってるんだけど、10時でもうカラオケやっと、あ、うるさいから近所から苦情が来る。10時まではカラオケやっと、そういう感じのとこでやってるんですけれども、ちょっと今中紹介しちゃっていいですか。はい、ちょっと外がね、レストランみたいな感じになってて、まあ、こんな風に、あ、うちのが立ってますね。あとね、奥でね、料理してます。あこんなね、メニュー、これターポリンっていうのをね、こうプリントして、まあ和食ですよね。こんなのがあったりします。飯島さんはフィリピンは最初からパラワンに来たんですか。いや、最初はマニラ。最初はマニラで、はいはい、それから海が好きなんで、探してるうちにパラワンを見つけた。ああ、海が好きで歩き回っててパラワンに来た。住み心地はどうですか。最高ですね。最高です。世界でナンバーワン。海綺麗ですよね、確かにね。治安も全然いいし、ね、はいはい、確かにプエルトプリンセサの街治安がいいんだけども、ここジャカナってところはね、ちょっとなんていうかな、港町なんで、まあ、地図見て一人で歩いて来ようとはしないでください。夜はそれなりに、危険が危ないですよね。で、必ずトライシクルなり、そのタクシーの運転手なりに、ここの、ジャカナの方に入っていくと、舗装路が終わってすぐのところ、砂利道を左に入って、ずーっとまっすぐ入っていくと、まあ、ちょっと不安になった頃にバレーボールコートが出てきます。そこに面して、この店があるんで、で、まあ、後で
この外外観の写真なんかも撮ってるんで、そんなのもちょっと載ってますけれども、こんなとこです。まあ、たまにパラワン来てて、和食が恋しくなったら、あのね、餃子とかね、焼きそばはね、美味しいです。特に餃子は美味しいです。はい。で、プエルトプリンセス、あの、まともな和食ないなんて別な動画で言ったんだけれども、ここの餃子一番美味しいです。まあ、そんな感じで、プエルトプリンセス、ジャカナからでした。飯島さんです。あの、3月の頭ぐらいまではいるんですよね、今回ね。3月の15日までいます。はい、で、まあ、来て餃子何個からでしたっけ？5個。1個から売るけど、はい、大体5個、10個、頼む人は。餃子は大体ね、5個単位で頼んでください。で、1個20ペソです。そんな感じでやってますんで、時間があったらちょっと覗いてみてください。それじゃあ、こんな感じです。よろしくお願いします。どうも。